てめえがいると道が狭えんだよ。それは失礼した。なら、引くわけにはいかん。この先に潜む赤い学士。それを逮捕するのが我が使命だ。嘘が下手だな。なんだと？心配そうな顔してるぜ。誰か人質に取られてんだろう。そうだとしても、貴殿の感知するところではない。まだるっこしい。俺が取り返してくるから、そこを抜きな。俺の剣は見せもんじゃねえぞ。赤子はできたか。Heaven or Hell! Final!Let's rock! 語り返し！おい！どうした？死んだらやってらんないよ！おい！バカ言いたかったな！ガイドヘイ！君が！おい！ようやく追いついたぜ。手こずらせてくれたな。そんなチンケな道具で私をやれるつもりかい？切られたくらいじゃ死なねえってか。そりゃご愁傷様。みじんに刻んでばらまいてやるよ。吹いてんじゃねえよ。かかった爆弾だ。立ち鳴らしてやるよ。ふざけた真似しやがって。天地生意気じゃねえ。死んだらやってらんないよ。天地天地天地飾りない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 。ふざけた真似しやがって。飾りない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 。ごめんね。見当違いだ。そこの男、出てきな。部下が失礼をしたようだ。やっぱりてめえだったか。その顔は忘れねえ。父上母上の仇討ちだ。楽に死ぬか苦しんで死ぬか、今すぐ選びな。死は選択ではない。諦めだ。私が選ぶ道は、苦しんで生きることだ。今しばらくはな。往生際が悪いぜ。
畜生、畜生、なぜ殺した、なぜ燃やした。天にあっては神罰、人にあっては原罪、私にとっては反逆だ。これくらいでいいだろう。いつか、いつか我が命が尽きるとき、汝の怒りが癒されんことすまない。バイケンさんですか。気持ち悪い呼び方するね。何の用だ、ちびっこいの。あの、お話があるんです。改まってなんだ、言ってみろ。あのね、死んでください。ガキ使って油断させたつもりかい。だが奇襲させるにはこいつの獲物はちっとばかりでかすぎたな。待ってな、すぐそっちに行ってやるぜ。死んで、死んで、死んで。汚ねえ手使いやがって。降伏しろ。さっきは尻尾巻いて逃げたくせに、どの口で言いやがる。貴様の技は全て分析済みだ。無駄な抵抗は時間の無駄だ。だだ、なるほど、少しはやるようだな。だが画竜転生を見切ったくらいでいい気になるんじゃねえ。
このポンコツが。奥の手って言葉、教えてやるぜ。火だらけだよ。悪いな。終戦管理局は諦めぬぞ。終戦管理局だ。貴様もあの男さえも管理局の駒に過ぎない。てめえはもう黙っとけ。終戦管理局だかなんだか知らねえが、宣戦布告ってやつだ。俺としたことが手間取ったな。アンジの野郎、どこ行きやがった。そこの腐れジャップ、何してやがる。さーって、手こずらせてくれたな。覚悟はできてんだろうな。血が出るまでやりたいってか。望み通りにしてやるぜ。手短に死んでも焦るなって。Heaven or hell, final. Let's rock! 飾りない、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 仕上がって逃げた方がいいぞ。飾りない、ふざけた真似しやがって。飾りない、 NPC!
いるんだろ。ああ、悪いがここから先は進ませねえ。寝ぼけてんのか？あの男に会った。で？まだ姉さんにあいつを切らすわけにはいかないんでね。短い付き合いだったな。そうはいかないな。鬼門遁甲八卦掌王。姉さん、そこ鬼門だぜ。怒涛の風か、小賢しい真似を。これだけのことしたんだ。そっ首落とされても仕方ねえな。ああ、この水戸暗示、姉さんの手にかかるなら本望さ。ったく、調子のいい野郎だ。なんて顔してやがる。仕方ねえ。あの男がなんて言ったか言いやがれ。それでチャラだ。弁天娘、ヤマトナデシコ。だが、二度目はねえぞ。どうした？しっかりしろ。何があった？一足遅かった。犯人はきっと
すまん、この通りだ。生まれてからずっと人に虐げられたあいつが、それでも人を信じた。その返礼がこれか。今わかった。人は悪しか生まぬと。ギアとはその悪を滅ぼす鉄槌であったのだ。卑怯な言い方だが、あの子はそんなことを望んでないはずだ。ディディは死んだ。そうか。だがな、汚れてようがなんだろうが、人として今のお前は見逃せねえ。安心しろ、私も見逃すつもりはない。地獄に落ちるのは貴様からだ。己の悪行を食いるがいい。ジョニー、お前ら逃げろ。ディズィー、しばらく耳を塞いでいてくれ。いずれ静寂が戻る。そうしたらあの森に帰ろう。お前が好きだったあの森に。鳥のささやきに木々の外れ、そんなものに囲まれて我らは行こうとしよう。さあ叫べ、逃げ惑え。海原の果てから天の彼方まで、人という人を焼き尽くしてくれる。それこそが我らの生まれたわけなのだから。おお、そやつを一撃で仕留めるとはなかなかの腕。何者だ。
かつて人類の天敵だったものさ。異種か。人類の天敵がなぜ滅ぶ？心当たりがないかね。人が己の天敵を自ら生み出したからだよ。我らの後継者に挨拶をと思ってな。老いたる吸血鬼よ、栗ごとは控えられよ。私には下級の任務があるのだ。若いの、先達の誘いを無下にするもんじゃない。そう、かかってこい。これで満足か、五郎太。褒美に一つ教えてやろう。貴様をギアに変えた組織、またぞろ動き始めたぞ。まさか、終戦管理局は解体されたはずだ。いずれわかる。つかみどころのない男だ。どけ。しつこい男だ。なぜお前はギアを狩る？知ったことじゃねえな。あくまで無頼を気取るか。その目を覚まさせてやる。てめえとやり合ってる場合じゃねえ。ならばこの剣から手を引け。それじゃ同じだろうが。そもそも貴様の目的は何だ？あの男が動いた。ギアメーカーがか。それを先に言え。やつは渡さん。勝手にしろ。ギアメーカーといい、終戦管理局といい、なぜこの時期に。
さあな。だが同じ過ちは繰り返すわけにはいかぬか。貴様をほふるのはその後だな。言ってろ、アバよ。空ごとで終わるつもりはないぞ。だが、その時まではさらばだ。我が、修羅なる友よ。なんてパワーだ。待て、女、どこへ行く。化け物には化け物の連れ合いってわけかよ。貴様、あの娘に何をした。腐れギアが、一丁前に人間面してたから本性引きずり出してやったんだよ。見ろよ、あれがてめえのお姫様の実態だぜ。耳も目も腐っているようだな。あれは彼女の悲鳴だ。無くなるがゆえに人を傷つけるときに涙と血を流すのだ。笑いながら痛みをむさぼる人間よ。化け物は貴様の方だ。泣き言を言うギアかよ。こりゃ傑作だぜ。ここから先には行かせない。大丈夫だ。涙を収めるがいい。お前の怒りも悲しみも、すべて受け止めてやる。この命ある限りな。Heaven or hell? Let's rock!
などないのか。あれ、私、これは夢なんですか。悪夢はもう終わった。テスタメントさんがどうして。心配して来てみたらこのざまだ。ごめんなさい。何、お前を責めているわけではない。人間にお前を託した己が愚かしいだけだ。あのジェリーフィッシュの人も悪気はなかったんです。船から落ちたのも私の不注意ですし。お前は森の外に出て幸せだったか。ええ、面白い人ばっかりで。そうか。もし何か辛いことがあればいつでも戻ってこい。あの森はお前のために守っておく。ありがとうございます。辛くはないですけど、あの、時々遊びに行ってもいいですか。ん、乗組員たちが来たようだな。私は消えた方が良さそうだ。せっかくだから挨拶していきませんか。挨拶なら宣告済ませた。え？え？さらばだ。達者で暮らすがいい。あの、テスタメントさん！本当に遊びに行きますからね！あ、いたいた！ね、このエイプリル様の目を信じてよかったでしょ。メイ、それにエイプリルまで。みんな心配してたんだよ。さ、帰ろ。ありがとう、みんな。そしてありがとう、テスタメントさん。よくぞ見破った。抵抗は無意味、直ちに降伏せよ。焼けた店弁償するやろし。バカめ、貴様の技は全て学習済みだ。
ふん、面白いサンプルだ。やっやっやったー。早速解析して開発部に回せ。次のシミュレーション体はこいつがいいかもしれんな。どう？賞金稼ぎははかどってる？よくも騙してくれたあるね。やっと気づいたか、この料理バカが。あんたのおかげで虫けらどもがいい具合に潰し合ってくれたよ。さーて、あとはまとめて焼き捨てるだけだ。そうはさせないやるよ。はぁ、クラウドゼリーちゃん、ただいま30マイル。ファイナル、レッツロック。はぁ、本当に迷惑かけて申し訳ないある。せめてものお詫びにごちそうするあるね。たおやかなレイディーたちとの食事は望むところさ。なあ、ミリア君。ちょっ、汚い手で私に触れないでくださる？失礼した。君の美貌に酔ったようだ。美貌だと？この女の本性を知らないからそんなことが言えるのだ。今なんて言った？二人とも、お酒はそのぐらいにしたらどうあるか？うるさい、お前のせいで、ザトウ様は。私が生きるためよ。あんな男、何度だって殺すわ。貴様！と、せっかくのディナーだ。無粋な真似は、なしにしようぜ。うるさいわね、そこをどきなさい！まあまあ、そう言わずに。
喰らえ、デイムボガー。おお、刻め、アイアンメイデン。いい、そこに隠れてるのはお見通しある。ゲゲゲ、よくぞ見破った。誇りもなく、またやられに来たあるか。ターゲットの戦闘能力は計算済み。集団戦闘が適切と考えられる。Take that back!
まだこんなにいるあるか？ そこまでです。 まだ新手が？ 違いますよ。 助けに来ました。 あなたは、あの時の。 来るのが遅れてすいません。 こいつらの相手は、 私に任せてください。分かった、ある。気をつけてください。他にも洗脳されたものがいるみたいですから。これがそうあるね。こっちは引き受けてあるよ。 ありがとうございます。おかげで助かりました。お礼を言うならこっちあるよ。いえ、民間人に類を及ぼしたのは我々の落ち度です。終戦管理局という団体が政府の上層部にまで食い込んでいるようなのです。元気ないあるね。 情けないのです。奴らが法と正義を腐らせているというのに、私ときたら何も有効な手を打てないでいる。そうやって落ち込んだら負けね。そういう時は美味しいものを食べるのがいいあるよ。 そうかもしれませんね。せっかくいい日和ある。食べに行かないあるか？しかし仕事がありますので。ご迷惑をかけたお詫びです。
ご一緒しましょう。そ、来なくちゃ。さあさ、元気出すあるよ。そろそろだな。おお、いたいた、ディズィー。ひでえ怪我だな。チキショー、あの女とっちめてやる。なんてこったい。Oh!
その目に刻み込め。戦術が違うんだな。戦術。よくも俺様を散々引っ張り回してくれたな。いや、それより何より、お前は俺のクルーを傷つけた。悪いが、今度ばかりは容赦しねえぜ。何気取ってやがる、カッコつけの黒コートが。自慢の顔を引き裂いて、落書きにしてやるぜ。そりゃやめた方がいい。なんて言ったって世界的な損失だからな。スマートに終わらせる。手短に死んでもらえる。 Heaven or Hell Final Let's Rock。 生意気じゃん。その目に刻み込め。センスが違うんだな。センス。ギャー！大丈夫ですか？なに、心配いらねえよ。黒コートのハンサムは負けないって決まってるんだ。それより心配なのはお前さんだ。あんなところから落ちて平気か？大したことありません。でも足がちょっと。そうか、よっこらセット。あの、重くないですか？なに、軽い軽い。そうですか。それにな、家族の重さってな、ありがたいものさ。家族なんですよね。そうそう。さ、待ち合わせの場所までひとっ走りだ。はい。
さて、この辺のはずだが…どけ！なんだよ、あんたが。引けと言われて引くほど、俺も素直じゃないね。ピクショ、くだらねえ時にくだらねえ野郎が！いいか、俺の船はボロ船じゃねえ。ルセンだ、このナルシストが。エレガントに決める。それが俺の名だ。ハッピーエンドの上級ハンサムな感じ。ずいぶん傷を負ってたみたいだ。貴様か、何をしていた。あんただったのか。うちのクルーは無事かい。無事だ。だが私がいなければどうなっていたことか。すまねえ、礼を言う。人に預ければ災いが起きる。所詮ギアと人とは交わってはいかんのかもしれぬな。いや、それは違う。口先なら何とでも言える。貴様の覚悟はどこにある。覚悟か、腕ずくでいいのかい。構わんが、ここは我が結界のうちだ。それでも意地を張れるものか、見てやろう。これでどうだ。よかろう、その覚悟であいつを守るがいい。だが次はないぞ。今度あいつが傷つくようなことがあれば、貴様ら人類は
生きる価値がないということだ。肝に銘じとくよ。余裕のない奴はこれだから困るね。あれ、私。ディズイー、さあ帰るぜ。ターゲット、戦闘能力、分析完了。あんたの親戚か？冗談を言わないでください。降伏せよ。貴様の手の内は全て分析済みなり。頭の固そうなとこは一緒だな。幻影博文派炎月剣ジョニー参る。あれにて飛びな。延長者に直伝、これぞ王子。もらったぞ。
これで終わりではないぞ。終戦管理局は決して貴様らを逃がしはせぬ。法と秩序を汚す醜い人形め。ほう、こっち側に来る覚悟はできたかい。そうはいきません。私は警察機構の中で戦いますよ。エイジバイダー、サンエンジ。しまった、こいつ一機ではなかったのか。数が多いな。手伝ってもらえますね。嫌だ。エイプリル、戻るぜ。準備はいいかい。そういうことで、じゃあな。あ、待ってください。まあ、なんだ、盗っ人と警察が慣れ合うなんざ最低だろ。わかりましたよ。では、この件が片付いたらいつか逮捕に行きますよ。おう、いつでも来い。そろそろあいつに話してやる時期なのかな。なあ、お前はどう思う？まあ、そうだな。